地域航空会社トキエアは札幌線に続き仙台線の運行を始めました。これまで新潟と仙台の移動は高速バスという人も多かったかもしれませんが、トキエアの所要時間は50分ほど。圧倒的に短い移動時間に早速日帰りで利用するビジネスマンの姿もありました。今朝の新潟空港、飛び立った白い機体が向かう先は森の都、仙台。地域航空会社トキエア第二の路線仙台線が就航しました。新潟空港と仙台空港をおよそ50分で結びます。早かったです。眠る間もなかったです。すごく楽になって、でちょっと本当遊びにちょっと行こうかっていうで行けるんで、本当に楽で、本当にこれで来やすいと、やっぱ会議とかもなんか利用しやすいですし、そうですね、来る機会は多くなるんじゃないかなと、まあ、個人的にも期待してます。帰りの8時の時計屋でまた帰ります。今日の夜の便で日帰りなんですけど帰ります。仙台からやってきた人たちもやっぱり新幹線か、磐越道ですかね、でしたんで早くていいなと思いました。割と 朝と今度いよいよ夜ですか、割とダイヤも結構割と使いやすいところなんで、結構これから使っていこうかなと思い、ちょっと、思いましたね、今日はね。車とは違って普段見れない景色が見れるっていう意味では、非常にメリットがあると思います。新潟と仙台、行き来する方法はこれまでは主に2つでした。一つが高速バスを使ったルートです。新潟交通と JR バス東北が1日4往復運行していて、およそ4時間半かかります。料金は3900円から5500円です。もう一つが新幹線を使ったルート。乗り換えによって異なりますが、バスよりもかかる時間は短くなります。料金はおよそ1万9000円です。仙台線就航日の今日、高速バスで仙台に向かう人は1時間ちょいで9000円ぐらいで行けるみたいのは見ましたね。どういう基準で決めようと思います？この帰省するとき、バス使おうかな、飛行機使おうかな。タイミングとその時の気分ぐらいですかね。僕は時間は多少別にかかってもいいので、まあ、費用の方を一番考慮しますかね、はい、選択肢が増えるっていうのは嬉しいことではあるので、ちょっとまあぜひできたら利用もちょっと検討してみようかなと、はい、思います。バスに次いで安く、所要時間が50分ほどと圧倒的に短いトキエア、新たに選択肢が加わりました。今日の仙台線の搭乗者数は新潟発の初便に60人、仙台発の便に37人でした。現在週5日の運行ですが、今週5便ですので、デリカもういつでもトキエアに乗れますよ、毎日乗れますよ、そういう状態にもう我々も早く持ってきたいなと思っています。次は中部空港ですね、今想定して準備の方に取り掛かっているところです。地域航空会社として新たな一歩を踏み出したトキエア、今後佐渡や東京などへの就航も目指しています。